こんにちは、池田です。愛車の、ツーリングバイクシグのランドをですねもう一回いじり直しました。本体がですねイエローカラーなんですけれども、ちょっと雰囲気を変えてですね、いじってみたらなかなかいい感じになったので今日はそちらを、ご紹介するという感じです。ではよろしくお願いします。はい、こんな感じになりました。どうですかね、なかなか雰囲気変わったと思います。今まで黄色にグリーンのタイヤをつけて、走ってたんですけども、今度はですね茶色を基調に、やってみました。ではちょっとご紹介いたします。よいしょ。この辺りは一緒です。スラムのブレーキレバーですねを装着してまして、これシングルタイプの、変速機能がないタイプのスラブです。結構ここがコンパクトで、握りも軽いんで僕かなり好きで愛用してます。でこの辺りの、変速レバーバーエンドコントローラーも、そのまま、にしております。これはリーベンデルワークスのダブルレバーですねをここに装着して使っていると。で変速機そのまま、アコレイトシリーズスーパーショートケージですね、を使ってます。これは本当はですね8段変速のタイヤの大きさが20インチ用なんですけど、僕はもう自己責任でもう 27.5 でもバリバリ使ってます。今のところ、問題なく使えてます。でさっきのバーエンドコントローラーだと引き量が足りないんで、8段変速のところを6段変速に変換してやってるという感じです。でそろそろですねちょっと気になってるのがこれのアコレイトのもう一つのシリーズでアドベントっていうシリーズがあるんですけど、それが9段変速仕様なんですね。でもっとでっかいスプロケットも使えるんで、今ショートケージなんですけど超ワイドレシオの、11-46 っていうのがあって、それがこういう、オールロード系といいますか、そういうのでどういう風に生きてくるのかなっていうのが気になってですね、ちょっとそれが、次試してみたい変速機になります。はい、でハンドル戻ります。ハンドル変えました。もともと何だったかな、グリーンのタイヤをつけて走ってた時は、GH001 というニットの幅広ハンドルを使ってたんですけども、それをサルサのカウチッパーバーに変えて、で今もう一回変えました。これが日東のオールロードバー M174AA やったかな、のブラック 440mm に変えました。一見こうすごいシンプルな丸ハンドルに見えるんですけども、すごい実は握り心地が僕好きなハンドルの一つで、実はですねシルバーが1本、黒2本持ってます。サイズ違い、それぐらい好きです。で何がいいかっていうと、まあ上から行くとですね、ここが後ろにこうギュッと曲がってるんですね。ギュッと、いわゆるこうランドナーバーというタイプに近いかな。後ろにギュッと曲がってます。上がりはそんなにないです。こう肩が上がってるわけじゃなくて、ただ後ろに下がってると。でこれがですねかなり握り心地がいい感じいい感じです。こう握った時にここの小指がですねこの曲がりのところにこうフィットして、すごい握り心地がいいんですよ。で僕の友人の T 氏も、このハンドル確か使ってたと思います。彼もこれ愛用してどれだけ経つのかな、一番最初に、つけたハンドルじゃないですかね。ロングホールトラッカーの時に使っとったの、まあまあかなり長いこと僕の友人も好んで使ってるハンドルです。でこの横から見た時のこの丸いところ、これもですね意外とリーチがちょっと短くて、でこのリーチも短いんですよ。なんで握り替えやすい、で手のコンパクトな人にもなかなか身長が低い人にも、使いやすい、だけどこうちょっとクラシックな、見た目を維持しているっていう、かなりですね、好きなハンドルの一つですね。
で僕はこのレザーバーテープをずっと愛用してるんですけど、これをですねちょっと肉厚に巻いてますっていうのが、前使ってたのが 480mm のハンドルで巻くところが多かったんですよ。でそれに合わせてこのレザーバーテープ、長さ調節してるんで、ハンドル短いやつに巻こうとするとですねちょっと長すぎるんですね。なんでこの重ねる部分を多くしてちょっと分厚くしてで巻いてるという感じですね。でこれが、25.4 なんですけど、そこに、ステムにですね、ステムは 31.8 です。それをスペーサーを入れて、かましてると。でこの前まで試してたんですけど、バーテープほとんどのバーテープってここで途中で止めることが多いんですけど、これ実は一番奥までやってもいいんじゃないかなと思って試してみたんですけど、まあもう一回ですね、あまりここにやっぱりライトブラケットが使いにくかったりしたんで、もう一回元に戻してやってるという感じです。はい。で、こっちのこれが意外と便利なバンダナをここにちょっと縛り付けてます。この前海にちょっと入ることがあってですね、かなり気持ちよさそうな綺麗な海岸のところに遊びに行った時に、自転車を置いてて、で足砂だらけになったんですよ。でそんな砂をですねパッパッパッと払った後にちょっと拭くとかですね、意外とですね粗く使う用として、輪行した時にこう汚れを手について油汚れを拭くとかですね、なんかそういうところで、使ってると意外とですね役立つんですよねこいつ。はい。で、下の方行きまして、これがですね今作ってもらった、オーダーメイドステムなんですけど、このランドの色に合わせて、作った同じ黄色いカラーのステムになります。でこれはここがですね確か 40mm ぐらいのスペーサーを入れて、でここ垂直で0度というか、まあ、90度ですね、90度のステムで 31.8 で長さ 70mm ぐらいで、調節してもらった、ステムです。ちょっと、作ったんで試してみてやということで、今しっかり試してみてるところです。なかなかですねなかなかええポジション出てるんじゃないかなと僕は思いますね。でこの今回要望してたのがこの止めるネジが全部 4mm で止めてるんで、 4mm のアーレンキーが使えるやつなんで、工具を持ち替えずにもうそのままいけるよというタイプですね。で今いろいろ実験中というやつです。で上はですね真鍮の、トップキャップ使ってます。ここに真鍮のバッジがあるんですけど、これと合わせてどれだけこう色変化していくんかなと思ってちょっと試してみてるところです。もう偶然なんですけど、このステムとですねもうサイズ感バチコーンってですね結構綺麗な具合にまとまったんで、装着してみてるという感じですね。はい。で、ライトはまた前に持ってきました。そんなベンダーのもですね、これでもう前方ど真ん中を照らしてあげると、ラックのここにつけるのも、もちろんありなんですけど、ここにつけるともう視界良好、タイヤが影になる心配なしでドカーンと照らせるんで、それが結構好きなところですね。はい。でたまたま近くに黄色いタイムラップがあったんで、まあちょっと合わせてみたという感じです。はい。でクリスキングのピューターカラー、もう廃盤になっちゃったんですけど、を装着してます。で後ろ、ブルックスのスイフトですね、まだ使い続けてます。だいぶもう粗くなってきてるんですけど、この前雨でびしゃびしゃに雨で濡らしたらダメなのにびしゃびしゃになったりですね、もう本当にもう申し訳ないぐらいハードに使わせてもらってます。でだいぶ今ボルトの調整幅がちょうど半分ぐらいですね、まだまだいけるなっていうところですね。でシートポストも買いました。ポールのトール&ハンサムですね。このシートポストも僕1、2を争いますね。すごいこのルックスが好きで、でも流行に左右されずに
ずっとこうそこに存在するなんていうんかなもので装着もしやすい、固定力も強い、見た目最高で、この後ろのこの幅がですね若干短いんですよ。この何サドルレールを固定するこの前後の幅だから、この後ろに、サポーターみたいなのをですねレールに装着する際も非常に装着しやすい、もうかなり素晴らしい、シートポストやと思います。今回は黒色装着してます。でこれなんですよ、サドルバッグちょっと手も定着というか定番でつけたままにしてみようと思ってこれ選びました。ローローマウンテンワークスのサドルバッグ、マイクバッグですね。これをちょっとですね試してみてます。でこれがですね非常に使いやすくて、何が使いやすいかと言いますと、ちょっとご紹介しましょう。ですね、まず見た目は通常のこうサドルバッグなんですけど、結構この深さがですね浅いと言いますか、サドルが低い人でもちょっと使いやすいような形状になってます。で僕足短いんで、低くして低い状態で荷物たんまり入れるとこうベローンと垂れてきたりしてタイヤが当たったりするんですけど、これが全然そんな心配がないと。でこのちょうどこのサドルと分かりますかね、これもうジャストフィットするんですよね、つけたら。でこれめっちゃええやんということで、使ってみてるということです。で実はですねこれ実は最初買ったのが、グリーンカラーやったんですよ。グリーンカラーで発売された時に買ったんです。で一回ですねちょうどいつやったかな、一回しか使ったことなかったっす申し訳ないと思ってランドやったかな、宮島にサイクリングに行く時に一回それを使ったんですね。でサドルバッグがですね僕他にもたくさんあって、横型のサドルバッグとか縦型のサドルバッグとか結構メインで使ってるのが違うサドルバッグやったんです。でそっちでもこと垂れとったんで買ったはいいけど全然使わなかったんです。で緑のそのサドルバッグをこんなんあったよねっていうのを T 氏と話をしてたら、あそうそう俺も買っとったんやったって言って、 T 氏も全然使ってなくて、ほんじゃ何買ったって言ったら茶色って言うんで、あ茶色ええやん、ちょっとお前グリーンどうって言って、でグリーンと茶色をこう入れ替えたんです。で、そのまま置いとった。でそろそろちょっとスタイル変えようかなと思って、倉庫自分の家の倉庫一度取ったら、あこいつあった忘れとったってなって出したという感じで、ここまでまだ数十キロしか使ってないですけど非常にいいですね。メインのサドルバッグがだいぶもうボロボロになってきてて、オベジャネグラというところのサドルバッグなんですけども、もうそうですねそれこそ9年目ぐらいなんですけど、さすがにもうくたびれて X パック素材もですねベロベロになってきてるので、でちょっと新しいメインバッグとして、使ってみようかなというところです。ちょっと長なりました。で、今回はどこまで話したかな、あそうこれですね、上にこうロープゴムロープがあってですね、ここにこうウィンドブレーカーとか暑かったら脱いでここにぐるっと縛れるんですよね。で昨日も早速この秋の気候がもう朝寒いのに昼は暑いという状況だったんで、ここにジャンパーバーンと乗せて走ってましたね。でこの中に後ろにこのポケットがあってですね、これもすごい使いやすくって、ここに鍵とかですね、スマホとかこう入れて走ってます。ここやったらすぐ出せるんでいいですね。ロールトップの中やったらさすがに、あら片手じゃ難しいですね、閉めるのじゃない開ける、ちょっと待ってください、ロールトップの中に荷物入れてるとさすがに財布毎回取り出したり携帯取り出すのは大変やなと思ったんで、ここかなり使えるなというところです。で後ろもライトがですね、このサドルバッグ問題の一つで、このでっかいサドルバッグつけたらライトつけれないなっていうのがあるんですけど、これここにこうピロッと、装着できるんで最高です。で、右の方にはコップ、サウサのチタンカップちょっとつけてます。で
これなんでこんなところにつけてるかっていうと、これなんですよ。ナルゲンの、ボトルも今回つけてるんですけど、これ水飲むときに直接飲むんじゃなくてもこっちで文化的に飲もうかなと思ってちょっとつけてみてる感じです。はい、ナルゲン、これもちょっと明るい感じで、透明感ちょっと出してみました。なかなかこの色合いにも合ってるんじゃないかなと思って今回はこれに入れてきてます。はい、あ、ちょっと話しずれましたね。でこっちの、右側は、コップで、左側はちょっとベルつけてみてます。この走ってる時に鳴ると自分の居場所を相手に知らせられるんでいいかなと。で山道行った時もこのベルがあるおかげで動物が寄ってこないんじゃないかなと思ってちょっとつけてます。はい、でこのさ、もうあっち行ったりこっち行ったりするんですけど、話がですね、このサドルバッグの究極の部分が実はこの裏に隠されてて、ここはエクスパックなんですよね。だから泥がちょっと跳ねてこようが中の荷物にまで浸透することがないっていう、あの防水生地で、これここがですねパカッと開くんですよ。これサドルバッグつけたままの状態じゃと何のこっちゃなんですけど、これ実はですねここの D 管部分が意味してるのは、こっからここのですね裏に実はロープが隠されてて、ビヨーンって伸びてここに繋がるんです。ビローンとですね。そうするとこれ背負えるようになるというやつ。ここにですね、ちょっとくださいね。これこんな感じでビロ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 っとロープがあって、これをですね引っ張り出してここにこうガシャンとつなげると、そうしたら、背負えると。でこれ例えばちょっと山道行きたいなとか林道に突入した時にサドルバッグここにあるとですね、こうやってボコ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 揺れちゃうんですけど、そういう時に一回外して背負えたらもう背中の後ろでもバシッとマッチしてるので、そういう時にもうサドルバッグの揺れが、気にしなく走れるというのとかですね、あと輪行、もう今年なんとか1回2回ぐらいは輪行したいと思ってるんですけど、その時に輪行袋に入れたらサドルバッグ意外と邪魔やったりするんですけど、荷物入れててもなかなかこう輪行袋の中から取り出しにくいとかあるんですけど、これ背負えたらいいじゃないかなと思ってですね、背負えつつも要するにこう バックパックをこう自転車になんとか縛り付けるんじゃなくて、自転車のサドルバッグをバックパックとして使うっていうのがすごく有効に働くんじゃないかなというので、このバッグちょっと使い倒してみようというところです。はい、でこれを選んだという感じですね。まあこれ言い始めるともうマジで止まらなくなるんで、ちょっとこれ飛ばします。はい、んであと何やったかな。あ、そうで後ろはもう今まで使ってた通りキングのハブで、ボリューミーのタイヤにしました。このボリューミーももう長いこと使わせてもらってるんですけど、幅が 1.9 ですね。なんかですね戻ってくるんですよね、戻ってきちゃうこのタイヤ、不思議なもんで、もうチューブレスにして使ったり、もちろんチューブは入れて使ったりと、ロングライドで使ったりグラベルライドで使ったりと、いろんな使い方してるんですよこのタイヤ1個で変えずに。だからだいぶもうすり減ってきたり、横がですねパリパリっとこう若干ひびが入ってきてるんですけど、また何でか知らんけどこう戻ってくるっていうタイヤですね。これすごくいいですよね。軽くないんですよ、軽くない、なんて言ったって頑丈な横サイドもすごい分厚い、タイヤなんですけど、安心できるっていうか、僕乗り方自体が荒いんで、薄いタイヤは薄いタイヤで軽いタイヤですごいもう走り心地よくて最高なんですよ。それはそれでいいんですよ。でもそれとは逆に重たくて耐久性があって分厚いこのタイヤ、
もいいんですよね。だから一長一短があるんですけど、なんていう、ここまで長いこと楽しませてくれるっていうのは、まあ、なかなかないんじゃないかなと思います。それこそ、200キロぐらいのライドでも使ってるし、グラインデューロっていうオフロードイベントの時にも使ってたし、ドロドロの中、山の中走るやつなんですけど、それでもこのスリックタイヤで行けちゃったし、通勤でも使うし、本当にオールマイティやなと、個人的にはすごい大好きなタイヤですね。をまた倉庫から引っ張り出してきてですね、使ってるという感じです。はいはい、そんなもんかな。あとはこれか、これ言ってなかったな。このシートポストの下にあるこいつ DKG のシートクランプなんですけど、アルミの削り出しで非常にシンプルなんですよ。で、固定力もですね、かなり強くて、このアーレンキーで止める方、これレバータイプとこっちとあるんですけど、こっちの方がですね、僕固定力強くて結構好きですね。で、トール&ハンサムのシートポストとも相性バッチリで、なかなかええ感じです。使わせてもらっております。はい、ということで、最近いじった、自転車のカスタムのちょっとご紹介でした。今までこうラックをつけたりですね、横型のサポーターを、横型サドルバッグでサポーターつけてってやってたんですけど、今回はですね、ちょっと輪行ですをちょっと視野に入れて、軽量装備系で行こうかな。で、もう一個ちょっとここにですね、何か、まあ、バッグか何かですね、ライトのちょうど真上に来るようなものを装着できたら、もっと財布、スマホ、GoPro のカメラとかですね、ちょっと取り出し頻度が多いものがここにこう収納できたら、かなって思ってるところです。はい、ということで、今回は自転車のカスタムのご紹介でした。細かくですね、ちょくちょく変わっていくんで、次、また走りに行った時はですね、ちょっと変わってるかもしれないですけど、今こんな状況ですという、動画でした。どうもご視聴ありがとうございました。